温野菜とは、野菜を加熱して食べる調理法、または加熱調理された野菜の総称である。対義語は、肉のな。温野菜では、野菜を加熱することで柔らかくしたり、風味を増したりといった効果が期待できる。熱を加える過程で調味料などで味付けすることもある。また、病原菌や寄生虫のほか、一部の野菜に含まれる。 害となるものを加熱によって食用に適するようにできる。特に近年では、集団食中毒事故報道もしばしばあることから、衛生面での配慮により取り入れる向きもある。加熱調理方法には、様々な種類があるが、温野菜においては、以下のようなものが挙げられる。ただし煮ることと焼くことは、 相対的な料理として扱われることから、あまり、温野菜とは見なされない場合が多い。特に温野菜として、野菜を主体とするものは茹でたり蒸したりといったもので、料理として、温野菜がメインになってくるものが、野菜炒めなどの調理方法である。温野菜では、加熱する調理方法によっては、栄養となる成分が壊れてしまったり、または流れ出てしまったりする。 このような調理で失われる栄養素で顕著なものがビタミン C やビタミン B1 といったビタミン類であるとされる。その一方で無機塩や微量元素などのミネラル類は熱によっては損なわれにくい。茹でると若干流出するとされるものの、それにもまして温野菜は食べやすく大量に食べることができることからあまり問題視されない。しかし人参では、 生の状態に含まれる酵素はビタミン C を破壊するが、この酵素は熱に弱いため加熱調理で問題を回避でき、また油で炒めて加熱することでカロチン等の栄養素が吸収されやすくなるなど、加熱した方が良い野菜類がある。緑黄色野菜では同様にカロチンを含むことから油を使った調理方法が進められる。生食と加熱調理の関係で、 極端な例では、甘めしわのように、きちんと調理すれば、極めて栄養に優れた健康食品ながら、加熱しないと健康被害を受ける、食用植物まである。ほうれん草等の葉野菜は、肥料が多すぎるような栽培形態によって、葉に、動物の体内で発岩性もある物質に変化する、硝酸体窒素が残留するため、大量の生殖に向かないものもあるとされるが、これは、 茹でることで回避できるとする話もある。硝酸体窒素は水溶性であることから茹でる調理方法が向くとのことである。加熱することで食べやすくなる野菜は多く、人参の他にもジャガイモや玉ねぎ等の根菜類では熱を加えることで渋みが薄らいで甘みが増したり味がまろやかになるものが多い。また葉野菜でも ブロッコリーのような種類のものは茹でないと硬すぎたり渋みが強い。他にもピーマンは他の食材と炒めることで青臭さが和らいで味が引き立ち、もやしは他の食材から出た汁を吸って旨みを増し、キノコは香りが引き立つなど加熱による効果がある。生の野菜では渋み、青臭さなどの子供が野菜嫌いとなる要素が強い。 それが柔らぐため、サラダは嫌うが温野菜なら喜んで食べる児童も多い。ピーマンや人参は子供に嫌われる野菜のワースト主義にあるが、ピーマンの肉詰めや炒め物、人参のバターソテー付け合わせ等は食わず嫌いではともかくも食べて文句を言う子供は少ない。また生野菜は消化にある程度の負担がかかるが、温野菜では胃腸に負担をかけないことから、病院食や 療養食にもしばしば見られるメニューとなっている。近年では育ち盛りでジャンクフードが周囲に溢れていることから栄養のバランスが難しい年代っ個に大量に野菜を取らせるためにも温野菜は向いているとみなされる。ここでは温野菜としてよく見られる食べ方を記述する。オールアバウト生地、緑の炒めし焼きトマト添え。ありがとうございます。